はい、ということでね、今回は強化されたドクターマリオ戦ですね。まあ、とりあえず基本的には、まあ、マリオと同じような感じなんですけど、まあ、移動速度が遅い代わりに、まあ、攻撃力が高いキャラと。で、バージョンアップによって、まあ、全体的に火力が伸びてるって感じですかね。で、序盤ね、結構あっさりダメージを稼がれつつ、どこ様かな、今敵に来てされてしまうと。で、着地狩りは狙いやすいと思うんで、まあ、積極的に、ね、狙っていきたいですね、クエで。飛び道具打ってきたときは、大体なんかジャンプしたところをね、買いたいっていう感じだと思うんで、まあ、完全に拒否するなら、まあ、ガードとかで固めて攻めに行かないっていうのが大事ですね。ここね、初めてメテを食らって、まあ、メテを持ってるんだっていうのを気づきましたね。まあ、マリオに比べると、やっぱりその機動性能がね、良くないので、比較的戦いやすいっちゃ戦いやすいですね。やっぱりそのドクターマリオの弱点は復帰性能がね良くないので、多分スマブラのゲーム性的にはやっぱりこれがね結構致命的かなとは思いますね。まあ、しっかり撃墜拒否がねこう得意というかできる人だったら、まあ、そんなになんだろう簡単に撃墜されるということは少ないのかなとは思います。逆にこう復帰阻止のね展開を作ると、まあ、レキナとかであれば結構勝ちやすい組み合わせになってくるかなとは思いますけど、ここうまく判定を決めてチャンスを作って、で復帰阻止はできなかった。ここも狙ったけど失敗。ここシルブレ、シールド割れなかったですね。ここをジャンプ読みでクールったら当たったと。で、撃墜した直後とかは結構ね、相手が無敵で危ないので、攻撃ブンブン振ってくるんで、ここは結構地上で固まるのが、まあ、安定かなって感じですね。で、こういうところに引きコードで撃墜になってくるんで、ここはしっかり拒否したい。ここミスですね。撃墜近いときは、あんまりその場上がりとか回転上がりは結構リスク高いので、まあ、頑張ってねタイミングずらしてジャンプ上がりするのが基本かなと思います。下手を刺さって下スマ刺さって、やっぱりね規制の方が低いのでうまく撃墜できたと。負けるわけにはいきません。